皆さん、こんにちは。SAP Japan サービス事業本部の吉武と申します。今回は、使ってみよう S4HANA ならではのロジシン機能と題しまして、4つのセッションを通して、ロジスティックス分野の機能をご紹介します。1つ目のセッションは、S4HANA セールスの推し機能ということで、S4 になって驚きの進化を見せたセールス領域の新機能から、いくつかピックアップしてご紹介します。 本セッションは S4HANA プロジェクトにおいて、セールスエリアに関わる方々に、以前はアダオンするしかなかった要件に対応できる S4HANA 新機能のうち、特にインパクトが大きいと思われるものを知っていただくことを目的としています。本セッションでご紹介する具体的な機能は、1、受注電票エクセルアップロード機能、2、受注電票一括変更機能、3、 条件マスターアップロード機能。4.SAP-CRM から S4 に取り込まれた機能。以上の4つです。まず最初にご紹介するのは、受注電票 Excel アップロード機能です。SD をやってきた方であれば、誰もが一度はこの要件に対応するためのアドオンを作ったことがあるのではないでしょうか。従来、Excel ファイルからのアップロードで、 受注電票を登録したい場合、必ずアトオンが必要になりました。しかも、かなり工数のかかる、開発規模、大に分類される類のものです。しかし、なんと、バージョン2021からは、受注電票を Excel からアップロード登録できる機能が標準で提供されました。しかも、アペンド項目にも対応するという、かゆいところに手が届く作りとなっています。 言葉でこの凄さをお伝えするのは難しいので、デモで見ていただきたいと思います。まず最初に登録したい受注伝票の情報を Excel ファイルとして用意します。標準でこのようなファイルフォーマットが用意されています。一つの受注に複数名さえ登録したい場合は、受注一時 ID に同じ数字を入力します。 先ほどのタブにあった項目以外にも様々な項目が標準でアップロード可能となっており登録可能な項目はこちらのタブで技術名称とともに確認いただけますそれでは早速アップロード処理を行ってみましょうこちらのエリアにアップロードしたい Excel ファイルをドラッグドロップします登録予定の受注伝票の概要情報を確認できます これで良ければ、インポートボタンを押します。すると即座に受注伝票登録処理が開始され、結果を確認することができます。このように、インポート結果が失敗だったのか、成功だったのかを伝票単位に知ることができます。また、失敗したデータに関しては、失敗した理由を知ることもできます。登録された受注伝票番号をクリックすることにより、 電票紹介画面に飛ぶことも可能です。このように複数名細を持つ受注電票が登録されていることを確認できます。続きましてご紹介するのは受注電票一括変更機能です。ERP 時代も VA05 受注一覧でプラント等の一括変更は可能でしたが、本当に限られた項目しか対応していませんでした。S4HANA では それがかなりパワーアップして変更できる項目が格段に多くなりました。こちらも実際の操作をご覧いただくのが一番と思いますので、早速デモをご確認ください。販売伝票の一括変更アプリを起動します。受注伝票だけでなく、見積もり伝票、契約伝票などさまざまなカテゴリーの伝票を一括変更できます。今回は 受注伝票を更新します。選択条件に合致した受注伝票が一覧表示されます。ヘッダの一般的なデータだけでなく、取引先機能などさまざまな項目を更新でき、予診チェックをかけることも可能です。まずは、ヘッダデータの変更できる項目を見てみます。更新できる項目が各タブに表示されていますので、ご確認ください。 追加項目データタブではアペンド項目を更新することもできます。明細も一般的なデータだけでなくさまざまなデータを変更できます。こちらも各タブに分かれて更新可能な項目が並んでいます。ご確認ください。それでは今回は 3つの伝票に関してヘッダーデータを更新することにします。受注理由と納入日付を更新します。それぞれの項目の更新する値を指定したら送信ボタンを押します。 即時にバックグラウンドで更新処理がかかります。元の画面に戻って終了したジョブを確認します。今回の処理対象のものを選択し、中を見ると更新結果の概要と伝票番号が確認できます。伝票番号をクリックし、伝票上階にジャンプして減ったの納期と受注理由が変更されていることを確認できます。 次にご紹介するのは条件マスターの Excel アップロード機能です。条件マスターの一括変更を考えたときに最大の難関は条件テーブルのキー構造が可変なところです。汎用的に対応する機能を作るのは難しく、限られたパターンにのみ対応できるアドオンを作るといったことをされているお客様も多かったかと思います。なんと、その条件テーブルの可変性に対応した 条件マスターの Excel ダウンロードアップロード機能が標準で提供されました。こちらもデモでご紹介します。価格管理アプリを起動します。選択条件に合致する条件レコードが一覧されます。同じ条件タイプでも条件テーブルの異なるレコードを一度に更新対象とできます。この画面上から 条件を直接更新することも可能ですが、今回は Excel にダウンロードして値を変更し、アップロードしたいと思います。エクスポートすると、Excel が立ち上がり、先ほど一覧していた条件レコードが Excel ファイルの形で表示されます。 スケールの条件も更新,可能です更新できたことが分かりやすいように今回は全条件マスターを8500円に変更します。Excel ファイルを保存し S4 にインポートします。 先ほど Excel で更新した通りに変わっていることが確認できます。最後になりましたが、単純な機能追加とは比にならないインパクトのある機能配置の変更がありましたのでご紹介します。従来、案件管理や営業活動管理といった SFA 機能は SAP-CRM という別製品でのご提供で、別ライセンス、 別サーバーが必要でした。この SFA 機能が S4HANA に取り込まれました。機能だけでなく、ライセンスも S4HANA ライセンスに含まれるようになったので、S4HANA のユーザーライセンスをお持ちであれば、追加費用なしで SFA 機能をご利用いただけます。また、SAP 以外の SFA ソフトをご利用のお客様の場合、 外部 SFA システムで管理している案件データをもとに SAP の見積もりや受注伝票を作成したい場合 SFA システムからファイルを吐き出しペットアドオンで取り込むあるいはマニュアルで言い直す必要がありますそれが本機能を利用すると案件情報から SD の見積もり伝票や受注伝票をコピー登録できるようになります当然 案件のステータスや見込み受注額、受注可能性といった情報を分析することも可能ですし、営業力の強化を支援する機能も豊富に用意されています。今回は S4HANA で拡充された多くのセールス機能のうち、私が驚き興奮した機能を4つだけご紹介させていただきました。他にも自動裁判なのに、 頭数桁を意味ありにできる伝票番号裁判機能や、受注出荷なしで請求を作る機能、指定納期や価格設定日の初期値を柔軟に決める機能、過去の受注履歴からおすすめを出してくれる機能など、今回は時間の関係でご紹介できなかった機能がたくさん追加されています。ぜひ SAP ヘルプポータルの FATS New でご確認ください。 ご視聴ありがとうございました。